外22度だぜ。くそ暑いな、本当に。つうかさ、ひげ剃ってねえから、剛毛くんと同じような色になっちゃったかな。どうもさ、わたくしです。ていうか、またせいさんからさ、竹林ラインが来て、どうしたお前、ナンバー2。無能ナンバー2。肩書きはナンバー2かもしんねえけどさ、一番バカなナンバー2。お前、なんだっけ、ストレスで眠れねえってツイートしてからさ、もう10日間ツイートも動画もなしっていうことでお前さ、心配されてるぜ、誠司さんに。LINE キス。俺、ほら、無能ナンバー2。もうさ、ナンバー2にほらツイッターブロックされてるからさ、見れねえんで、てか興味もねえんだけど、誠司さんがやたら興味があってね、で毎回ウォッチングしてるらしいんだけど、10日間もなにツイッター上げてねえのね、無能ナンバー2。お前だってツイッター議員じゃねえのね。そもそもツイッターは仕事でしょうね。 YouTube はもう動画ほぼさね、月に2回ぐらいしか上げなくなっちゃったし、てか牙抜かれちゃったからね、NHK にね、おびき寄せ作戦ね。あれどうなったんだっけね、おびき寄せ作戦。ねえ。何お前、ナンバー2くんさ、何ダイエットしすぎでなんか、夜も眠れないって、ダイエットしすぎなのね。それとも、何その、ナンバー2のポジションだけど、ほぼほぼなんかさ、他の人間がほら活躍しててさ、君あんまり活躍しないじゃん。そもそもトラブルメーカーだから、そもそもが君は。でなんかストレスで眠れねえってなんかツイートして、支持者にね、ダイエットのしすぎですかとか、ね、食べてないからですかみたいな感じであれでしょうね、心配されたんでしょうね。で今回は何ツイッター10日間も上げてないでさ、なんかあったね、もしかして入院ね、入院とかしちゃったね。いや心配しちゃってさ、俺さね、てか俺じゃねえんだけど心配してんの、誠司さんが、ね、いつも俺に教えてくれる誠司さんが心配してるんだけど、代わりに俺が心配してるふりして動画撮ってんだけど、だってツイッターがさ仕事じゃんね、ダイエット評論家でもありさね、痩せるんだったらね、走だね、何俺は、ね、これでやるみたいなさ、ね、なんか飲み物なんかよくわかんねえけどさ、ね、どっかの動画をさ、あたかもてめえがさ、ね、実践してますよみたいな、ね、数ヶ月、2、3ヶ月ぐらいのレベルでさ、ね、ダイエット評論家ごっこしてるらしいけど、大丈夫ね、お前。もしかして何入院しちゃったね、ダイエットしすぎで。っていうかさ、食事だけじゃやめた方がいいと思うよね。なんかオイルを取ればね痩せるとかね、いろいろ動画あるけどさ、ね、健康的に痩せていい体作るのは俺みたくね運動なんだよね、確実に。楽して痩せようなんて考えんじゃねえよおめえ、そもそも、ね、その体質から抜けねえとさ、ね、楽して地方議員、ね、落下三式地方議員、ね、楽々1000万で今までやってきたから、お前には無理かもしんねえけど、まあ来年の夏はお前落選なんだけどね、楽して痩せるっていうような感覚の、ね、人間、努力もしねえね人間、誰が支持すんだよおめえみてえなやつ。ああ公人であってさね、税金でまんま食わさせてもらってる分際でさね、発信ゼロかよおめえ。一体お前の仕事は何なんだよ本当に、ね、動画も上げねえ、ツイッターも上げねえ、どうした、ああ何やってんのお前ね。次の機会6月だっけね。
頑張れとりあえず。なあ、頑張れよな。一回しかお前一般質問しねえんだからさ、ねえ。朝霞の時も、なんか、ねえ、小学生レベルの一般質問したけど、なあ、来年の夏まで、ねえ、6月、9月、12月、そして来年の3月、なあ、6月、5回しかねえんだと、お前。任期中に。5回しかないの、本会議。たったの5回しかないの。ねえ。5回のうちに1回くらいはやっとけよ、お前。なあ、仕事を見せとけよ。他のさ、ね、チミと同じような地方議員くん、ねえ、少なからずやってるよ。やって振り知るかもしんねえけどな。まあでもよ、心配だから、10日間もさ、ね、ツイッター上がってねえらしいじゃんね。とにかくさ、とにかくあげろよ。ダイエットしすぎで、ツイッターあげられませんでしたくらいね。まあそんな感じでさ、心配されてるっていうだけでもさ、いいんじゃねえか。なあ、心配されなくなったらお前終わりだぞ、本当に。一番浮いてるしな。てかナンバー2下ろしてもらった方がいいと思うよ、そろそろ。定例会見いてもさ、無駄だから、君、マジで。まあ、そういうことで。